ポスト92020。Hello， 大家好啦，咁就收睇5月13号嘅 Wedding Post 九啦。正所謂豬胎暗結，雞千里跑打地又真係少少驚嚇，我程度唔算驚嚇噶啦。三隻馬名列千里，第四熱門嘅北部園區啊，大熱門不屈真港咧就次熱，大名大放啊第三熱。好啦，咁樣就好啦，出跑度睇馬啦。一號大名大放。前走を快勝しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。この馬の差し足の操作は、朝日と言っていいでしょう。直線で自慢の鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは復活を狙っています。ラーゼン、いざ G1 名物、陣営の期待も高まります。里のラーゼン、サラブレッドらしい見事な影の舞台が G1 前走の敗退を糧にして、なんとか今月スローペースに持ち込んで、逃げの鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。交渉ソロ混天獨槍，この馬が今日の2番人気です。对方は真剣。影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。前走の敗退、さあ本日北部園区金像嘅风头品，不倒三郎嘅马，そこそこの人気見王冠，亦都系高多分骑啊。吉田丰臣，前走を快勝しているこの馬、さあ。好啦，咁打比最后咁加翻俾集前啦，咁啊日本打比大赛咁就随时预备噶啦。この栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰東京優勝日本ダービーいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のレイブミストラルゲートに入って体勢が整いました。
スタート、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのは北サンブラック、続いてディアファル、さらにはダーリー3号、2番ミュゼエイリアン、その後ろ東証ソノ、それに続きます。その外からサトノクラウン、ピンクの帽子レイブミストラル、その後ろドゥラメンテ、その前に進出、その外にワーザー、その隣にダーリーイマージン、その横にリアルスティール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ隣にサトノラーゼン、すぐ後ろにブライトエンブレム、ボンドインテロ、すぐ後ろ内からはユゼスルタン、さらにはパンターアレグリア、これに続いてキュアダシチー、しんがりからアンビシャス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。16番北サンブラック、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いてリアファル、これに続くのが王将ソノ、その後ろからはユゼエイリアン、その外にワーザー、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ16番北サンブラック、北サンブラック、さらにリードを広げます。2番手はリアファル、王将ソノ3番手、さあ世代の頂点をかけて北サンブラック先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。リアファル2番手、手応えはどうか。やはり北サンブラック先頭だ。残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。ワーザー抜けた、サトノクラウン食らいつく、ワーザーワーザー1着、2着にはどうやらサトノクラウン、見事に勝ちました。ワーザー北サンブラック敗れました。これは掲示板までです。好冷门嘅一只五月千里，咁俾佢爆到日本打比真系黐线嘅。明月千里跑第一，第二名李健皇冠，第三又不屈真港嘅 Tavistock 9.1倍啊！独赢，位置派$27，第二名咧就系李健皇冠，位置有$29，第三名咧就13号喎，不屈真港位置有$15，咁有档位连赢咧4搭8就派$133，连赢位7搭17派$453，二重彩7搭17顺序派$945，单 T 方面啊派$573。三重彩70、73，順序派$3084。位置 Q 方面啦，7搭17就$1872，7搭13就$65，13、17就派$72嘅。啊，頭馬就做出嘅時間2分28秒，一都幾慢。頭馬贏2馬4分3，二馬贏3馬4分3馬位。Tavistock 咧喺向日本嘅第一場頭馬，確かな戦闘力。
一百万赢一只打比马，
好眼瞓啊！最終コーナーをターンして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して先頭はマツダチャンシズ、2番手はウィンクス。マツダチャンシズ先頭はマツダチャンシズ、マツダチャンシズ1着、2着にはどうやらウィンクス。勝ったのはマツダチャンシズ、見事な勝利です。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
我们瞎看，不是什么呢？